それでは大会に立ち上げまして、通営ライブ取締役会と豊田組織より皆様にご挨拶申し上げます。皆さん、雨の中、そしてまた、コロナ禍の中ね、ご来場ありがとうございます。それでは始めさせていただきます。2021年7月9日スウェーダーブレイブに2021サマーご来場誠にありがとうございます。金曜日の夜の新規バッグ、非常にね、スウェーダーブとするとちょっと鬼門の日程なんですけども、インフィニティを持ってきてですね、皆さんに楽しんでいただこうということで、急遽この日にインフィニティをやらせていただくことに、ありました。で、カードなんですけども、メインでは7月18日の後楽園、そこのスウェーダーブル無差別級タイトルマッチの前哨戦ということですね。タッグでございますけども、王者滝沢大志、チャレンジャー佐藤光平、これは、先日の TKP でタイトルマッチを決めましたので、これで前哨戦を目指していただくということに相なりました。2人に期待しているのはね、バチバチのね、プロレスをして皆さんに、すげえなこいつらと、で両方とも立沢の中では非常に大きいことですし、小林選手もねすごく大きいので、本当にこう、非日常の体格を持った非日常のプロレスをね提供しているんだろうというふうに思っております。でまたの正義ではトータルリスペクトの、三冠王者ジェイク・リーとモモフクと、この全日本のユニットにですね、吉田彩と、中志雄が、これも非常にこう面白くですね、ちょっと前まではジェイクとね吉田が、全日本の中で同じユニットを組んでたり、ね、そういうこともあったんですが、三冠王者になったジークリーに吉田が、どういうふうにねプロレスを、自分のプロレスを仕掛けていくのか、あるいはジェイクがどういうふうに騒いでいくのか、そこが見どころだと思います。それとまた新垣の復帰を今日、待ち望んでいた方もいらっしゃると思います。大変申し訳ありません、今日間に合いませんでした。新垣の復帰は後楽園18日で新垣の復帰がなされますので、今日は大変申し訳ありません、アイスリボンの藤本選手に、笹村というカードに変更させていただいて、藤本選手が指す笹村愛という形にさせていただきましたが、これもあんまりこう、女子の中でも、あんまり組まれてないんじゃないかなと思いましてね、藤本選手にちょっと申し入れをして、進学は今日できないんだけども、また復帰した時にはぜひ、それとまた今日は笹村と一騎打ちをというお願いをして、愛する皆様にもご了承いただいてね、整ったカードでございます。これも非常にこう面白いカードだと、ペナルティスで大変面白いですので、他の会場では見れないカードです。ありがとうございます。そういう、3つプラス、あとは青柳敦樹と、カジトマルと、それと真島花火 VS 井上雅を山田洋子という、日頃こう、ツーダブルの興行では皆さんにお見せできないようなカードをね、インフィニティ独自の対抗戦を軸にしたですね、カードをご提供しますので、で、しつこいようですけど、このメインは後楽園につながっています。メインイベントは18日の後楽園につながっています。皆さん、ぜひ、後楽園のチケットをお持ちの方は、それをベースで見ていただいて、もしチケットを持ちじゃない方は、今日その前哨戦を見ていただいて、後楽園に来るか来ないか判断していただければと、そういうことで、しておりますので、どうかよろしくお願いします。また都からですね、東京都から、
公表の際に必ず皆さんに伝えるようにという強い通達もしておりますので、で最後に、これ毎回お願いしていることで大変恐縮でございます。声を出しての応援は禁止とさせてください。拍手、の応援でよろしくお願いいたします。また特に東京都は、来週の月曜日12日から、オリンピックを控えているんですけども、緊急事態宣言4回目から4回目の発令ということに相なりまして、公共をやる会社、団体、責任者あるいはですね、強い、通達が来たとしてお客様の、ソーシャルディスタンス、声を出さずに応援を徹底してほしい、もちろんその入場前に検温消毒を徹底、それと、興行の大会の合間の換気の徹底と、あとは我々選手、スタッフたちへのもちろん、抗原検査の実施等々もですね、常に通達が来ております。またもう一度、我々もそうですけども、皆さんで日本人が一丸となってね、ちょっとなんか個人的には緊急事態宣言が出されすぎてて、緊急事態宣言みたいな感じになってますけどね、やっぱりここでもう一度踏ん張りして、コロナの、感染を止めたいと、もうそろそろコロナとの戦いは、エンディングしたいなと、個人的にも思ってますんで、また皆さん、本当に辛い、苦しい、大変な時期がまだ続きますが、全員でですね、全国民でですね、日本のコロナを感染を止めて、早く来の日常が帰ってくるように努力をしていきたいと思います。皆様もぜひ協力をお願いします。それでは試合を開始します。本日もご来場誠にありがとうございました。いかがでしょうか。いらっしゃいませ。今日もこちらたくさんの種類をご用意しております。いかがでございましょうか。さあどうですか。無理しかないですよ。いかがでしょうか。あ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。こちらでよろしいですね。いつもの、いつものありがとうございます。いつものありがとうございます。常連さんです。ありがとうございます。どうしてですか。マシュマロバイキング4000円です。ハイテンションクマシャンティーです。絶賛発売中。これで来てみんなもテンション上げようぜ。お願いします。ありがとうございます。すいません、お願いします。お願いします。お願いします。団体で迷うんですよね。アクリルキーホルダー販売中です。はい、お願いします。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 すごいなんかいっぱい走らされてかっこいい。はい、行きます。危ない。なんか練習始まったのか。いらっしゃいませ。はい、ハイテンションカジトマト T シャツいかがですか。これを着るだけでテンションが上がります。テンション上がるよ。いかがですか。着るだけでテンション上がっちゃいます。いかがですか。いらっしゃいませ。いかがですか。着るだけでテンション上がっちゃいます。いかがですか。着るだけでテンション上がっちゃいます。どうぞご利用ください。いらっしゃいませ。はい、あとあれアクリルキーホルダーとほとんどこれしかないです。アクリルキーホルダーないですか。はい、キーホルダー1個1000円。よし、2個で5個になるんで2個ください。2個ありがとうございます。サインします。ちょっとお願いします。両方片方片方2ヶ月前くらいから。よっしゃー。後で読みます。ありがとうございます。ありがとうございます。コンタクトが外れそう。
タクトなんです。そうだよ。カジトマト選手、松本健太選手。またスタジオ行きます。呼んでね、ニコプロさん。呼んでね。お買い上げいただいたグッズにサインを入れております。10月3日、来てください。ウェルカムトスキです。めちゃくちゃドアップ会長に会いに来てくださいみんな大好きで、いや全部だったら楽しい。この野郎ふざけんじゃねえよ。寂しい時間。ふざけんなよ。こんなとこ取りに行くんじゃねえよ。もっとあのさっき会ったんだ人だかりが、もっと人だかりがあるときに来いよ。もう休憩はあの終わる前なんだよ。分かってるか。これが普通じゃないからな。もう普段は長者の列だからな。くそ、帰ってやる。長者だからほらやってやるって。よし、おぐらおぐら、おぐじゃない、なんですか、あ、そっちか。みんなな、楽しんでな。失礼します。スウェードル、インフィニティ、ソマ、2021。皆さん、ぜひお楽しみください。ついよ。パー出したらチョキ出されて、それがすごく悔しいんでリベンジしたい。スウェードル代表取締役会長、これよりご挨拶でございます。皆さん、コロナ禍の中ね、そしてまた本当に暑い中、ご来場ありがとうございます。それでは始めさせていただきます。2021年7月18日グランドスラムインコロナ全国大会、ご来場誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。相変わらずの緊急事態宣言の中、特に東京では、まあ、千葉もそうなんですけどね、感染者の方がすごく多くて1000人台というのも4日続いているという状況下の中、そしてまた本当に、関東は梅雨が明けて間もないんですが、もう猛暑と言ってもいいぐらいの、気温の中に皆様、スウェーデンのプロレスをご観戦いただき、ご高齢のゴールにお越しいただいて本当にありがとうございます。毎回のお願いで本当に恐縮なんですが、検温から消毒から皆様の個人情報の記載と本当に恐縮でございます。いろんな、規制を守らせていただいてプロレスの皆様に提供するということから、本当に皆様にいろんなお手数とご苦労をおかけして大変申し訳ございません。それでまた本日はデータによると約100人のお客様がツヤダブル初見ということなので、ちょっとツヤダブルについて1分ぐらい説明させていただければなと思います。我々ツヤダブルは、旗揚げようやく今年の6月でですね、第2周年が終わりまして、その前の海援隊道場というブランドだったんですが、ブランドチェンジして、約2年が経過しました。ツヤダブル、これは、我々の名称の略称でございます。アクティブアドバンスプロレスリング、アクティブアドバンスプロレスリング、アクティブアドバンスで A が2つある。で、プロレスリングの声はちょっと取って、レスリングはダブルなんでね、ツーエーダブルと申します。この名称は、我々選手、スタッフ、いろいろ考えましたね。どんな時でも、まあ、
この中でもアクティブにアドバンスしていこうと、要は機動的にですね、めげずにですね、負けずにですね、前に進んでいこうと、そういうプロレスの皆様に提供するという意味からアクティブアドバンスプロレスリングという団体名称にさせていただきました、まさに、今日あるいは最近と言いますかね、昨今と言いますかね、もうコロナは昨年から始まってますけども、その中で非常にこう厳しいお仕事の状態、あるいは、陽性になられて非常に苦しい、あるいは皆さんのことが心配だとかですね、いろんなものの中で非常に大変なこと、苦しいことがある今現状でございます。こんな世の中をですね、我々がプロレスを通じて皆さんにアクティブアドバンスを提供したいと、今日もそのように思って皆さんにプロレスを提供いたしますので、ぜひ皆さんプロレスを見て、元気になって明日からの生活、あるいはこの大会が終わってからのですね、行動、内容、あるいはお仕事、学校、そのまたいろいろ一緒にね頑張って、この非常に危険な状況をね、打破をしていければと、そんな思いで今日もプロレスを提供します。実はこの TWは後楽園ホール大会、今年初めてなんです。7月の29日に予定してたんですが、それはやはり緊急事態宣言で、その時は後楽園ホールが使えなかったんですね。で、年に3回予定してたんですが、今日とあとは10月、この2回、TWとして後楽園ホール大会を開催します。で、今日はご存じの方もいらっしゃいますが、メインでですね、うちの TWの無差別級チャンピオン滝沢大志にフリーの佐藤浩平選手が挑戦すると。これ実は佐藤浩平選手すごい強い選手ですね。今フリーなんですけども、どこの団体でも、チャンピオンで、選手権に関わるようなすごい実力者です。身長も190センチ以上、体重110キロ以上と、うちも滝沢はでかい方ですけども、でかい選手がですね、よりシンプルにチョップを出したり、エルボーを出したり、キックを出したり、非常に分かりやすいプロレスで皆さんにタイトルマッチを提供するであろうというふうに思います。滝沢はちょっと私の個人的な予想では非常に危ないんじゃないかなという感じがあります。それと、セリでは、TWのタッグ選手権、梶、浅川に対して吉田優勝がチャレンジするというタッグですね。それと、目玉として松本と豊島が組んで、ヤンキー二丁拳銃、石谷と宮本選手、石谷と宮本優子ですね、ヤンキー二丁拳銃と松本と豊島組、これ皆さんご存じの方もいらっしゃると思います。松本と石谷は非常に仲が悪いです。プライベートでもね、あいつらの仲が悪いんだことで、いつも何らかプロレスすると思うんで、感情を向き出すもんですね、プロレスを展開しますので、非常に面白いと思います。ただ、イサミは19年前の今日、7月18日にデビューしたそうです。イサミが19年前の今日、7月18日にデビューして、まあ、自分のバサラっていう団体が19周年、興行、大会、なんていうのね、昨日の高島大会でやられたみたいですね。イサミ19年が終わったと、19周年ということです。それと、欠場しておりました、新垣里奈が今日、復帰します。新垣は皆様に、引退の発表をさせていただいて、今年の11月23日ですね、まあ、引退なんですけども、今日復帰して引退ロードを歩んでいくということになりますので、そこも注目かと思います。それでは時間がありましたので、皆さん声は出せないんですが、拍手で応援のほどどうかよろしくお願いします。それでは最後までゆっくりお待ちください。